4月16日あずさちゃんのミスワリン卒業前に3代目ミスワリンのオーディションが行われた。厳しい審査を勝ち抜き選ばれたのはこちら。シデラリナです。正直驚いています。先ほどの面接では緊張してしまい年齢を2歳も間違えました。キデラリナちゃん、佐賀県出身の21歳。沖縄の海が大好きで沖縄の大学に進学。今までのミスワリンと違いダイビングライセンスも取得済み。ということで早速管理ダイビングのお手伝い。今日から3代目の木寺里奈ちゃんと一緒に管理をしていこうと思います。おはようございます。はい、おはようございます。3代目ミスワリンの木寺里奈です。よろしくお願いします。お願いします。キデラちゃんのワリンの森、はい、見たことありますか？ないです。ないですか、はい、じゃあ今日はちょっと波が荒れてて、うん、ポイントが5つあるんですけど、うん、見れるポイントだけ紹介しようと思います、はい、で私がいつもやっている計測と管理もしていきたいと思うので、うん、教えていくので、はい、わからないことがあれば全然聞いてください、はい、結構今日波が穏やかに見えるんですけど、はい、やっぱり今は穏やかに見えるんですけど、うん、海に出ないとわからないので海に出てから判断していきたいと思います。はい、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。まずはこれから3代目が管理をしていくことになるワリンの森の見学から。まずここのポイントは、B ポイントと C、 さっき一番大きく育ってるって言った B ポイントと C ポイントに今から紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ私も行ってきます。二人が向かったのは今年産卵した B ポイント。サンゴの大きさと魚の多さにリナちゃんびっくり。サンゴは大きかったです。やっぱり根元を見たらちゃんと植え付けたプレートがあって植え付けたサンゴだなって分かりましたね。続いて A ポイントとドネイポイントへ。こちらでは岩盤の掃除も行う。今から A ポイントとドネイポイントとウセイダポイントを紹介したいと思うんですけど、その後に私がいつも行っている掃除の仕方をこれを使ってちょっと教えようと思うんですけど、いつもはこの岩盤、このサンゴがあるんですけど、その下の岩盤をお掃除するんですね。サンゴを傷つけないようにこのブラシでこすっていくので、はい、気をつけて作業を行っていきましょう。はい、はい、それでは3代目ミスワリン木寺里奈ちゃんの初仕事。管理を行った6月14日は梅雨の真っ只中ということもあり、赤土がだいぶ溜まっている。サンゴを傷つけないよう慎重に。足元にサンゴがあったりするので周りにも気を配らないといけない。パッと見サンゴの一瞬見ても掃除するところが分からなかったんですけど、掃除してみたらもうしたとことしてないとこの差がはっきり分かって、掃除の大切さも分かりましたし、掃除することでサンゴにその愛着がすごい湧きました。管理を終えた2人は女漁港へ。あずささん、ここは何をするところですか？ここはサンゴの養殖プールになってます。養殖プール、はい、で奥の方に私がいつもお世話になっているサンゴの師匠のリカルさんがいるので、はい、今からちょっと挨拶に行きましょうか。はい、はい、メカルさん、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、忙しいところ大丈夫ですか？はい、今まで私がいつもお世話になってきたんですけど、これからは3代目のこの子がまたお世話になると思うのでよろしくお願いします。3代目のキデラリナです。よろしくお願いします。リナちゃんに。はい、リナです。まあサンゴのことは何もわからないんですけど、
ダイビング経験は少しありまして、今のところ50本ぐらいは潜っています。はい、すごいね。まずは何からしたらいいですかね。うん、じゃあね、まずはサンゴ、じゃあ植え付けるためにはやはり苗から作らないとかに。で、苗作りというのはまあ簡単ったら簡単だけどね、でも注意点がいくつかある。じゃあ先生というのはあんた、はい、じゃああなたが一回教える。はい、じゃあ教えてみます。いきなりサンゴの苗作り講習。先生は苗作りが苦手な2代目ミスワリン、石川あずさ。全然です。グラグラですね。はい、グラグラ。あずさちゃん大丈夫？じゃあ先生が苗作りを教えたいと思います。はい、でまずあの人の手って結構体温が高いので、すぐにサンゴ触っちゃうとあのサンゴが火傷しちゃうので、最初はこの水で冷やす、冷やして馴染ませて、そっからサンゴをスティックに一番このこうやってこうやって植え付けるので、このギリギリで、ギリギリで、はい、ギリギリにサンゴを置いて、でこっからが難しいんですよ。難しいですね。こう掴んで、掴んで引っ張りながら回す。で引っ張りながら回す。結構力が。できた。先生だろお前。よし、はい、こんな感じで終わりです。続いてりなちゃんが挑戦。じゃあまずは手を冷やします。冷たい。そしたら好きなサンゴを取ってもらって、これで、で針金を取ってかけて、ぐるねじる。ねじったらもうあとはペンチで、ペンチでを引っ張りながら、引っ張りながら、引っ張りながらキュッと締まる、締める感じ。巻いて巻いて巻いて、でサンゴが動かなくなれば大丈夫なので。あ、大丈夫です。はい、初めての苗作りどうでした？まあ先生より良かったんじゃない先生初めダメだったから。そうですね、もう全然全然できなかったです最初は。一発でクリアしてるもんね。一発だから本当。あ、よかった。上出来です頑張ります。この調子。キデラちゃん、初めて苗作りしてどうでしたか？はい、やっぱりサンゴは人間の手だとあったかいというか、火傷するっていうのがびっくりしました。うん、やっぱりそんだけ繊細な生き物だと。そうですね、ストレスに弱いので、はい、で10月頃にまた苗作りをして、しっかり苗作りをして、そこから植え付けになるので頑張ってください。10月から。はい、はい、頑張ります。この日最後にやってきたのは女村漁協。いつもアドバイスをしてくれる指導員の日賀さんと組合長の山城さんにご挨拶。ワリンの森での産卵も報告した。で私が確認できたのはあの3個体なんですけど、うん、はい、薄枝ですか？薄枝です。あれですか、とりあえずあの目標であった植えたサンゴが産卵をしたっていう過程は超えられたんだ。そうです、達成できました。良かったですね。はい、そして早速3代目ミスワリンの今後の活動についてアドバイスが。そうだね、今はリーフ内で植えてますよね。はい、でそれをリーフの外、アウトリーフで植える工法、はい、まだ沖縄であんまり実験的にやられたことがないんで、それも一つあるのかなっていう。ただ技術的にかなり難しくなるんで、うちの指導の日賀からよく話を聞いてやってもらったらいいと思います。で、私たちの組合員もものすごく皆さんのことを見て楽しみにしてますから、はい、あの女さんの海をね、綺麗にやっていただけるようにお願いします。はいはい、1代目、2代目と同じく3代目もサンゴ保全のために全力を尽くしますので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、3代目ミスワリンの木寺里奈です。これから3代目ミスワリンとしてサンゴの保全活動を中心に様々なことにチャレンジしていきます。
ツイッターやフェイスブックを通じて私の活動をご報告していきますので、まずは山陽公式アカウントをフォローして少しでも私とつながってくれると嬉しいです。不慣れなところもあり、うまくいかないこともあるかと思いますが、皆さんの応援を力に変えて頑張っていきます。これから応援よろしくお願いします。2014年4月から2年2ヶ月活動を続けてきましたが、当初は海やダイビング、サンゴの知識も何もない私が、たくさんの方々のサポートを受けながらここまで活動をすることができました。本当に感謝しています。これからは海の大切さや私が学んだことをまた別の場所でたくさんの方々に伝えていけたらいいなと考えています。今後は3代目の木寺里奈ちゃんにバトンタッチしますが、しっかりとワリンの森を守っていってくれると思うので、皆さん応援をよろしくお願いします。これまで本当にお世話になりました。ありがとうございました。